お疲れです。大勢さんが今日ね、来れないっていうからねえ、いや今日ね、絶対に取れるグラブっていうものを開発しましてすんごい準備してますけど、これなんすかこれ、今日使うのはですね、これ吉貝工芸 DX プロモチ特上品これです鳥もち、ドッキリとかでよく使われる、はい、まるで人間がゴキブリホイホイにかかったかのようなベタベタするやつでございますあれをグラブにつけたら、はい、絶対補給できるんじゃないか。僕らの夢、エラーしないこと、はい、エラーしないことを考えた時に、はい、どうすればボールを落とさないか、そう考えたら鳥もちがありましたやばいな、これ取れない。うわさ、鳥もち考えたら誰ですかね。うわ。ああ、乾いてきた。完成。おっしゃ。これはもう何でも取れるでしょう。やばい。一球で破壊する可能性があります。この一球に全てをかけます。エラーしないわこれ。やばい、壊れかけた、壊れかけの取り持ち。これはエラーしないな。補給してから送球がちょっと難しいっていうね、まあ、多少の問題はありますけど。これで落ちたら握り替えできるぞ。これで落ちたら握り替えできるぞ。落ちれ、 100% キャッチできることは分かりました。はい、ちょっとファーストで試してみたい。ファーストみんな苦労してるんでね、キャッチに。いきましょうか。何でもマッチこい。これ取れた。勢いある球も取れましたね。鳥もちグラブ。100%。ただもう鳥もちグラブが持たない。待って、これすごい発見したかもしれないです。これ回転数上がりそうですね。これは松ヤニより強い。これスパイダーアタックですよね。松ヤニ、スパイダーアタック、いろんな問題になってますけども、それを超える粘着性物質、鳥もち。適量が分かってきたね、鳥もち。はい、うわ、投げやすそう。軽く投げただけなのに指パーンとかいます。多分
鳥持ちって野球に禁じられてないんじゃないですかね。だから使えるんじゃないかと。ダメかこれ。いいのか分かんないな。完全に超えてるのは確かです。ちょっと最後ぐらいですね、もうブーいってろかなと。はい、石田さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。プリモチボール、はい、キャッチャー目線いかがでしたか。いや、球威数めちゃくちゃ良かったです。めちゃくちゃ良かった。今、球速は置いといて、球質だけだったら僕は藤川球児さんに並んだんじゃないかと、このプリモチボールでってぐらいヤバいです。スパイダータックは使ったことないんですけど、スパイダータックもおそらく超えてるんじゃないかと。これぐらいですからね。よくテレビで見るやつ。松屋にどころじゃないですから。これで今度試合やりますか。いいですね、やっちゃいましょう。弾丸ライダーです。弾丸ライダーです、ね、やっちゃいましょう。ということで本日は鳥もちを使えば 100% 補給できるんじゃないか説立証、そして鳥もちはピッチャーにも応用できるということが今回の検証で分かりました。皆さんも遊び手取り真似してみてください。こういう松やりとか鳥もちボールで指のかかった感覚が体馴染むと普通のピッチングにも生きてきますので、僕はそれを体感しましたので、遊び程度にやるなら僕はお勧めします。野球界の未来を切り開く野球クラウドファンディング決め玉がスタート。野球人による野球人のための新しいギア、新しい施設、新しいサービスが生まれるプラットフォーム。外苑前の地下に野球施設が生まれたり、今までなかったサングラスやグラブが爆誕するなど、プロジェクトどしどし進行中でございます。サイトを見ると得意の決め球がもっと良くなるとか、チェックしてみてください。話そうとしても離れる。確か話そうとしても離れない。いやもうここやばいっす、もうやばいっす、うん、取れない、戻ってくる。マジックみたいになっちゃう。マジックみたいになっちゃう。相当腕くらい、相当に離れてくれる。ほんとスパイダータックってこんなんじゃないですかね。